ここは、ファブラスオールドブックさんですねに来ております。はい、では中に入ってみたいと思います。こんにちは。はい、お名前お伺いしてもよろしいですか。村田と申します。はい、村田さん、はい、はい、オーナーさんでいらっしゃいますか。はい、そうです。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、こちらお店の紹介をお願いします。はい、ファビラスオールドブックという店です。はい、専門は絵本なんですけども、アメリカの古い絵本を専門に置いてるのと、はい、あとは、まあ、ね、店の中は一応アメリカの子供部屋にあるようなものを中心に雑貨関連、人形なども置いています。はい、こちらですね、雑貨などは、はい、スヌーピーの靴も、はい、ちょっと不思議な人形が、はい、ですね、こちら、はい、このスヌーピーは、これちょっと顔がいつものスヌーピーと違うんですけど、ね、はい、古いやつは少しちょっと表情が違ったりするね。え、これはいつ頃のスヌーピーになるんですか。60年代70年代ぐらいが多いですね。はい、なるほど、そうなんですね。はい、どうですね、こちらのおすすめの商品なのは何か、はい、どんなものがありますか。はい、この辺のミニ本なんかは結構がミニ本、ね、今から50年ぐらい前に作られたものですね。はい、50年、見てください、これちっちゃいはい、中もちっちゃいけれどもちゃんと絵本になってるんですね。はい、ね、実際にこちら英語ですか。英語で書かれてるんですね。はい、はい、ちょっと読めないかもしれないですけど、インテリアにね、はい、置いていただいたりして、ね、はい、飾っていただくといいかと思います。はい、じゃあ個人的におすすめの商品なんかは、バッチなんかは結構面白いと思いますね。こちら見てみましょう。はい、はい、この辺の、はい、アメリカから来てるものとか、あとはウクライナからとか、はい、ロシア系はウクライナのものですかね。結構細かくいろんな分野に分かれて、はい、はい、あります。日本でもやっぱり人気が出たチェブラーシカ、はい、これなんか 3D ですね。お、すごい、あ、はい、変わる、はい、はい、チェブラーシカね、はい、今人気ですよね。はい、あとはそうですね、例えばアメリカのマクドナルド。アメリカのマクドナルド、ね、はい、珍しいです ね。こちら女性のお客さんがいたので、ちょっと変わった女性がいますね。なんか、あ、手になんか持ってる。オーナー、これめっちゃ可愛いです ね。なんかその時代にやっぱり顔だけラバーのものが流行ったらしいんですよ顔だけラバー、はい、いや、なんか可愛い、うつろな表情が何とも言えないですね。そうなんですね。今あの僕のお気に入りは、いや、怖い怖い怖い、何ですかこれ。かわいいんです。こいつもあのガンドっていうあのおもちゃメーカーなんですけど、もともとはスウェーデンのおもちゃメーカーで、それがアメリカで多分あの設立した時にアメリカ製でも作ったいうような形ですね。目閉じるんですね、これ。これどうしたら閉じるの。なんか上向いたり下向いたりしたんですね。ちょっとこう近づいたら怖いだろう。にゃー。名前はジャスパーってつけてますけどね。ジャスター。ジャスターさん。ジャスパー。ジャスパー。いやー、この二人の共演はすごいですね。こちらの女性、笑顔で持ってらっしゃいます。なんか古いもんでもね、見ないもんで面白いのって結構あるんですよね。これ斬新ですね。斬新で、これ道とかに置いてたらすごい怖いですよね。家にあっても。家にあっても怖い。だんだん可愛くなってきた。あのね、やっぱ考えて作ってるんだと思いますよ。だからね、やっぱり、子供にもそうだけど、こうしてみたらこういう風に見てると可愛くなるのとか。本当に。なんか、あ、子供に見えてきた。あ、可愛い。可愛いかも。ほらでは、こちらの、お店の場所の紹介をお願いできますか。はい、JR 元町駅、もしくは阪神元町駅から歩いて5分ぐらいなんです。はい、小池筋沿いにあります。はい、こちらが、見えますかね。こちらがお店の下になります。小池川筋にいます、今。はい、神戸の元町小池川筋です。はい、ではそっち、神戸にお越しの際は皆様こちらにお立ち寄りください。よろしくお願いします。